はい、こんにちは、サルーインです。行きますか。天体対策でいろんな地を検証しちゃう。三角形戦法、アレコー自治中。というわけで、お相手は私です。これも先日大宮で撮ってきた天体戦のやつですね。これはメンツが変わってるはずです。開けている。ババ完全に特定できそうな武功ですけどね。ね、まあまあそんな話は置いといて、1、2、3、4、5、6枚、四天大将軍、とりあえずやってみようと。戦友対戦で一回大将軍使って、その時に、まあその時重宝だったんですけど、まあ浮き通入れるか、まあ、まあグシちゃんの、まあ飛天やってみるかってことで、まあ今回は飛天の方、あえてというか、やってみたかったんで、とりあえず組んでみました。で、お相手が、6枚、典型わらって感じですね。まあ、言うて、いいな、損傷庫欲しいな、いいな、って感じですけどね。うん。まあ、そんな感じです。まあ、水挙典型、水挙もあるよ、みたいな。まあ、実際、典型わらの方が強いかもしれないですね。枚数多くても、だってプラ11が複数にかかるのもそれだけ強いですからね。あとで開幕は、いつも通り、こんな感じで。で、一応まあ、竜葉の策があるんで。捕まえたぜ。ああ、グシちゃんが踏みましたね。時間通りですね。竜葉が踏む分には全然いい。やばい、攻められちゃう。グシちゃん一人じゃ守れないんだよな、どうしようかなって思うんですね。まあ、とりあえず半生はグシちゃんで潰せるかなって感じ。大将軍なのに、大将軍、俺が手本を見せよう。まあでも孫権が言ってくれてる分には全然あの王政の行動取れそうですよね。まあ幹太が踏んじゃうからそれはしょうがないか。あー、これグシちゃんとつれないね。ダメですね、下手くそですね。これは守れないですね、やばいですね。とりあえずガンタクを浅く、あー、まあ、ダメでした。まあ、チームいたからな。あはは、突撃が下手すぎる。やばいぞ、反省会やな、これは。こんなにいい反射を倒すのに苦戦するとかやばいでしょ。これ孫権結構兵力あったな。もっとそう減ってる気がしてたからあれなんですけど、これねやるんだけど強い落ちねえもんな、確かに。まあ、他に槍用もちょっとあんまなかったか。でも竜葉来るまで待ってるかったかな。すげーですね。あーでも剥がれてくれたんでよしとしましょうか。で、竜葉さん。で、大将軍帰ってくる。まあ、ここはとりあえず。いいですね。で、柵を守りたいけど、足が遅くて、しかもこれ、よう考えると、この時ね、グシちゃん以外、制圧がないんで、やばいっすよね。内乱取られまくっちゃうんですよ。その時点で俺このデッキないなって思ってた。制圧がないんですよ。まあ、とりあえず行くぜ。まあ、柵ないからこっちから行くぜ。でもなんかまた潜り舞いしようとしてるな。なんで今回らなかった。もう回おうぜ。どうした？一回仕切り直し？そっか。てか内乱取られ続けちゃうからダメだって。ちゃっちゃと行こう、ちゃっちゃと。時間がない。あ、そうか。旧式溜まるまで待とうと思ったんだ。はい。さあ、行くぜ。これが飛天行動兵。ただ、そう、これね、後々、ね、まあ思うんですけど、まあそこそこ早い？でも3倍速ぐらいとは思えない。勝利を引き寄せるため、お力で。これちゃんとパパにかかるか。まあ武力高いだから、複数いても全然尊敬にかかるのか。では、失礼。これ連冠すぐ叩かないんだよ、確か。戦おう、連冠。連冠叩こう、連冠。どうした？あそこは溜まってないからか、大将軍が。あー、もう中途半端。もうめっちゃライン上げられてるんだけど、もう、下手くそ。連冠即叩きでよかったと思うんやね、これ。
そのまあね、やりたかったのはわかるけど、あーもう乱戦しちゃってるしね、だいぶ乱戦しちゃってるしね。高等の虎が捕虜、その身で味わう。これ間に合わないんじゃないの、これ内乱鉄ないんで、内乱鉄ないんで濡れないからね。さあ来た、さあこれがどんだけ早いのか。武力はプラ5だよね、起点プラス。なんか言うほど速くないっていう言うほど速くない。あとあれなんだ、そうあのね、高層兵って自分が塗ってるエリアてかね、弓兵の武力が高すぎて、てかやべえ、でも連環撃つのが遅いから、このざまですよ、このざまですよ、本当に ひどい。もうちょっと早く連環叩いとけば違う展開はあったんじゃないか。てか視点だけで構造多分取れたんだよね。いやーもう無理。はい、そう、自分が塗ってるとこだと構造兵の速度補正ってすごい上がるから、だからこういう構築ってそもそもやけど、まあないのかな。だからやっぱ制圧がないんで、ある程度やっぱ濡れる構築の上で視点工場兵やるっていうことがいいんじゃないんだね。やばい、あくびが出ちゃうな。ちょっと多分リアルにこの視点ぐらいの速度にあるんじゃないかな、塗ってあるところで。だからちょっと試そうかなと思って塗ってあるところに今行こうとしますけど、塗ってるところは早いんですよね。まあ、気持ち早いっすよね。気持ちってか結構早いっすね。っていう感じなんですよ。だから塗りが大事だなっていうのを言ってますね。ここはね。あー、ダメだー。もう落ちちゃう。内乱で落ちちゃう。これ、王政入ってないでしょ。入ってない。まあ、言うてですよね。もう落ちちゃうんで、あれなんですけど。あ虎の誇りを打ちだないなーって言ってます。この形ないなーってめっちゃ言ってます。ないですね、確かに。ね、やっぱ工場兵ってそのね、塗りが結構やっぱ事情なんていうのこれ、制圧、自分の制圧、なんでもない、なんでもないっていうか言葉が出てこないんでいいです。反省、言葉が出てこないの反省やなって話ですね。まあ、とりあえずこの形はないなと。制圧がいかに重要かというのがこのゲームのね、鍵というか、まあ、開幕、まあ、だからどっちかっていうとこれ開幕攻めちゃダメなんですよね、こういう形。どっちみち塗れないんですよ、これ取れないんですよ、時間通りです。だってサポーターいないんだもん。グシちゃんが武力2の馬だけじゃサポートできないし、しっかりと序盤はどっちかっていうとまだ、いやーでも守れるかな。まあでも少なくとも向上はされないかな、ある程度。こんなにか向上取られることはなかったでしょう。お前まさか。いや、これはだからこんだけ食らってるからだよね。白ダメ食らいすぎだからっていう話ですよね。あとだから飛天と大将軍のコンボという形で見ちゃってるけど、単純に飛天だけ待って連環から隙間でっていうぐらいが多分まだ良かったんでしょうね。これやったらまだもうちょっとアクシガーショットが出られますしね。いや、この辺なんかはもう、あ、これここか、これも最後か。どこだ、ここで一回帰らして、でここだね、ここか、ここでも微妙か。相手城に張り付いちゃうからな。なんかここは確かに真上にしたら微妙か。まあここにいるから、まあでもこれやったら地上に戻られちゃうから、まあじゃあここだよね、ここ待って。まあでも連環打ったとしてもかな、闇兵がいるからな。2枚しかいないからチャンスだけどな。ここで、ま、連環打ちの、もう、うにゃーってここから行けばよかったんちゃうっていう。じゃあ、大将軍のコンボにこだわりすぎたっていうのが反省ですよね。連環打つタイミングが悪いか。
言うほど速くないっていう。初戦工場兵っていう。いやー、この速度だもんね。もっと速いの期待してたんだけどな。いや、強者戦法とか、強者戦法って何倍速になってんだろうね。めちゃめちゃ速いもんね、強者戦法って。あと昔のワンの頃にいた、ね、光月映画、公式加速装置だっけ。あれとかもめちゃめちゃ速かったっすもんね。はいっていう感じですね。いやー、これはないです。まあだから、ただ問題は、大将軍をどうやって使えばいいんだろう。ぶっちゃけでもやるならね、ある程度工場兵の枚数が多くないと。まあ強いて言うんだから、ちゃっちゃとライン上げて、張り付いて、プラゴのこれと、まあ、将軍とか叩いて、大将軍からの将軍っていうネタなんですけど、あとそうだ、大将軍何かあると思ってるの、それだけ見よう。51カウントから、でもカウント多分変わってないですよね。スピード上昇値と速度上昇値が上がったんだけど、確かに。これちゃんと全員生きてられるか。まあ、効果時間残ってる間まで生きてるか。わしの金を守れ。このプラゴが長いんだったら結構チャンスがあるかもしれないですね。張り付いてから大将軍からの将軍っていう。わしの意向に。終わった。7カウントか。微妙かな。まあ正直な話をすると、まだ大将軍の道はないんじゃねえかなっていう気持ち。敗北しかなーい。敗北ですよ、これは。まあ、とりあえずこの形はないよねっていう感じですよな。でも正直言うと大将軍、もう私の頭ではない、なんかもういい形が思いつかないですよ、正直。なんか魅力付きの工場兵とかが特にいるわけでもないんで、で、しかもスキー上昇とかもいないか、そうね、スキー上昇持ちの工場兵も多分いないから、開幕から大将軍叩くっていう選択肢もないでしょ。飛天開幕から撃つにしても、だから魅力的な話もあって、ね、スキー上昇の話もあるから、開幕飛天工場兵とは無理でしょ。開幕オッズも含めないし、普通に殴り合いしても弱いし、あとまずやっぱ塗るか塗らないかっていう話もあるし、ないですね。今のところ大将軍はネタにしかならないかなって感じですかね。さすがに強そうな武器が組めそうな気がしません。まあ何か、これがいいよとかいうご意見があったらぜひぜひコメントください。あんなわけでじゃあお疲れ様でした。バイバイです。